アキラッチのスカッと皇室。佳子さま台湾 TSMC 竣工式欠席は天皇陛下の決断か。佳子さま腕の嘘。佳子さまペルー同行新登場の男性は SNS 担当。秋篠宮さまが悠仁さまを海外が報じた仰天情報。はい、どうもガチです。佳子さまが熊本に進出したね、台湾 SMMC の竣工式に出席と中央日報が報じてましたけども、欠席しましたね。台湾の半導体大手ですけども、1兆2000億円を投資して建設したね、日本国内初の工場ってことで、熊本の方では TSMC バブルと言われているようですね。まあ、ただね、台湾企業もそのね、周辺とかの土地とかを購入して商売しようってことで、いろいろとね、動いているようですね。まあ、カメラとか自動車とかに使われている半導体を作るわけですね。まあ、ちなみにね、中央日報では佳子さまのことをアイドル皇族と表現してましたね。まあ、こういう形でね、応じてましたね。まあ、特にこのアイドル皇族と呼ばれている、まあ、佳子氏もね、出席予定ということで応じたわけですね。まあ、ただ、まあ、佳子氏って書いてますね。なんかこの台湾に関してはね、まあ、この武田信玄とか呼ばれたりとかね、よくわかんないですね。まあ、それにね、日本でこの佳子さまのことをアイドル皇族なんて書いたら、むしろね、なんかこのけなしてるようにしか思えないですけどね。まあ、ちなみにね、第二工場に関してもすでにね、予定していて、最大で7320億円助成すると、斉藤大臣が竣工式で語ったようですね。まあ、岸田首相もね、ビデオメッセージを送ったようですけども、まあ、こういったところにはね、お金が簡単にね、出せますね。まあ、ちなみにね、台湾 TSMC が日本に工場を出したのは、アップルの要請があったからみたいですね。台湾だったらね、中国とかいろんな影響とかを受けるでしょうからね。まあ、そういったこともあったのか、最大顧客アップルの生産スケジュールに影響を与えないように、まあ、ソニーをね、全面的にサポートということですね。まあ、ちなみにね、この時の記事では、5、600人ぐらいの社員が台湾から日本に出向と報じてましたね。まあ、ちなみにね、2022年の12月の記事でね、まあ、この TSMC の熊本進出は、アップルの要請ということで報道されてますね。まあ、ソニーとのね、まあ、連携って感じで、具体的な名前は出してませんけども、間違いないって感じで報じてますね。で、まあ、人材もね、まあ、5、600人ぐらいが来るんちゃうかと報じてますね。まあ、そしてね、まあ、熊本の方でも職員を募集してるわけですね。まあ、人口がこのね、4万3000人ぐらいの小さな村なんで、どうやって職員をね、雇うかですね。まあ、ちなみにね、TSMC の正社員に関しては年収が1400万ぐらいあるみたいですね。で、まあ、日本の職員に関しては月給26万円以上で、正社員とかも応募しているようですね。まあ、ソニーとかね、いろんな企業からの出向とかも含めて、人数調整をするしかないでしょうね。まあ、それでね、現地の人に関しては26万ぐらいで雇うわけですね。まあ、これまではね、この日本企業は安く生産するために中国とかね、海外とかで生産してましたけども、まあ、日本もね、低賃金で海外から見たらね、治安もいいし、生産工場としてのメリットはあるかもしれませんね。実際ね、北海道のニセコとかに関しては中国の人がいろんなね、土地を購入したりとかして観光地にしてね、海外からたくさんやってきてね、東京よりもアルバイトの料金が高いようですね。まあ、でもね、その台湾の TSMC の竣工式に佳子さまが出席予定ってことで報じたわけですね。まあ、この辺がね、ちょっとどうかなって感じがしますけどね。中央日報も G 通信とね、友好関係にあって、まあ、そんな適当なね、メディアでもないですからね。まあ、宮内庁が了解を取ったのか、政府が了解を取ったのか、誰かがね、了解したんでしょうね。まあ、この竣工式で佳子さまがテープカットをね、する予定だったようですね。ただね、行かなかったってことで、日本のメディアはどこもね、佳子さまが TSMC のことについては触れてませんね。まあ、ちなみにね、このテープカットに関しては16人ぐらいが参加して、1人だけね、女性って感じでした。まあ、熊本といったらね、アクション号斎藤久志様が昨年ね、私的な極秘旅行と報じてましたね。まあ、それにね、九州にもよくね、行くイメージですね。ただまあ、さすがにね、皇族が台湾の企業の竣工式ってことで、なんかおかしいですね。日本企業の竣工式に関してもおかしいですけども、なんでね、それがこの台湾企業の竣工式なんだって感じですね。まあ、佳子さまがね、望んだわけじゃないだろうし、アクション家がね、お金をもらって誘われたのか、まあ、どちらかっていうとね、この TSMC も水の面で心配されてますね。農業用水とかを使って水を使いすぎてね、台湾の農家に関しては干ばつとかで仕事がね、失われたっていうところもあるようですね。まあ、大量のね、水を使っちゃうんで、まあ、減らないかってことで心配されてるわけですね。まあ、水問題とかもあるしね、台湾の企業ってことでね、天皇陛下が止められた可能性もあるかもしれませんね。まあ、ちなみにね、こういう形でね、まあ、この台湾の TSMC がね、入って、まあ、農家が干ばつとかで、まあ、苦しんでるって感じのこともね、報じられてますね。まあ、大量の、ね、水を使うということで、まあ、この辺が影響しないかは心配されますけどね。まあ、だからその辺もね、考えて天皇陛下が止めた可能性もあるし、天皇陛下といったらね、やっぱりこの水の研究とかされてるというのもあるし、日本の皇族が海外の企業の竣工式にね、出席っていうのもちょっとまあおかしいですからね。だからいろんな意味でね、止めた可能性ありますけどね。ただまあ佳子さまといえばファッションとかでいつもね、特定企業の利益のために着てるのちゃうかとね、思われてますよね。
小規模な受注生産がメインの企業とかの服とかを着てね、売り切れって感じでいつも持ち上げの報道がありますよね。まあ、この佳子様売れってことで次にね嬉しい悲鳴が聞こえるのはどこのブランドかってことで報じられてましたね。まあ、ちなみにね売り切れと言われていた佳子様のアデリーのファッションですけども、アニメのタッチで朝倉みなみの役とかをね演じている日高のり子さんも同じファッションでバラエティに出演しましたね。まあ、こんな感じのね服装で、まあ、このね佳子様と日高のり子さんですね。まあ、この佳子様よりもねなんかこの日高のり子さんの方がなんか似合ってる感じがしますけどね。日高のり子さんは61歳ですけどもなんか似合ってましたね。まあ、日高のり子さんに関してはね12月の、まあ、このバラエティでの映像だったんで、まあ、撮影はねもっと前でしょうからね、同じぐらいの時期に買ったんでしょうね。ペルーに行ってからだったらね売り切れしていて買えないはずですからね。だから佳子様が購入する前に買ってたかもしれませんね。まあ、そもそもねこのアデリーが小物とかも含めてね全部でこの163アイテムしか商品がなくて88アイテムが売り切れでした。まあ、ちなみにね、まあ、こっちがねアデリーのサイトで全商品で163アイテムですね。でその中でね、まあ、ここが48件表示ということで、まあ、4つしかないわけですね。これ3つ目の、まあ、ここからねソールドアウトですね。だここで 1,2,3,4,5,6,7,8 なんで残り、まあ、40件がね下の40件に関してはソールドアウトですね。でこっちは全部ソールドアウトですね。まあ、こういう形でソールドアウトですね。まあ、そのうちの1つがねこれがまあ佳子様が着てたやつですね。まあ、別にこれがね、まあ、この佳子様売れっていうよりも普通にねそもそも在庫が少ないわけですね。売り切れたけどもねもう一回ほな作ろうかって感じの商品ってことですね。まあ、163アイテムのうち88アイテムが売り切れですね。まあ、つまりね売り切れてない方が珍しいわけですね。まあ、だからね全然この佳子様売れじゃなくて単なるね広告等として小さい会社が佳子様を利用してもしかしたらねお金とかもあげてるかもしれませんね。まあ、宣伝用って感じでやってるのかもしれませんね。佳子様もね、まあ、それでねお小遣いとかを増やしてる可能性もありますね。まあ、実際ねアデリに関してはアフィリエイトのサイトとかで紹介してくれたら購入金額の 15% 上げますよってことで、まあ、そういったね取り組みとかもありますからね。でも逆にね佳子様に関してはそういったねアフィリエイトではないですよね。逆にまあそういったことに関しては隠してるわけですね。隠した状態で宣伝してる可能性があるわけですね。まあ、これはね芸能界とかでも一時ね隠した状態で宣伝してステルスマーケティングのあって干された芸人とか見ましたよね。もしかしたら佳子様に関してはステマをしてる可能性がありますね。だからね単なるこの広告等ですね。もしこれがね、まあ、ステマでの広告等だったら、まあ、最低ですけどね。しかもね佳子様に関しては一番人気があって追っかけもねいたはずですけども、 ICU に入学された半年後ぐらいに雑誌と書籍をね合わせたムック本が4冊も人気に追っかけてね出版されましたよね。あれも怪しいですよね。まあ、こういう形でね4冊も発売されたみたいですね。まあ、主婦と生活者って言ったら確かね愛子様のバターで発売されたカレンダーをね出しているところでしょうね。まあ、他にもね宝島社とか、まあ、そういったところからねタンクトップの姿とかもあったりとかして露出がねある佳子様とかで色気をね売りにしましたけども、営業的には大苦戦と報じられてましたね。まあ、これね大苦戦っていう言葉がなんか物語ってますよね。まあ、この苦戦じゃなくて大苦戦ですね。まあ、運動会とかで言ったらねビリではなくてぶっちぎりのビリっていうような表現と似てますよね。佳子様がねこの20歳ぐらいの時にアイドル皇族だったら若い人がね一人で何冊もね購入して保存用と見る用とかでバカ売れをしているはずですよね。若い世代にね人気のはずなんで、スマホとかにもね強い世代に人気のはずなんで、ネットとかですぐにね佳子様の情報とかを入手して佳子様グッズがあればすぐにねムック本とかも完売してるはずですよね。ただねもうこのムック本には人気がないことがバレて、それでもね箔付けしたいんで売れたことにするためにね一着でも購入されたらソールドアウトの受注生産が基本のアデリーの服を着たわけですね。まあ、そうとねカレンダーでも愛子様のバーダーとして登場したわけですね。まあ、色々とね、まあ、問題が多いですね。まあ、このねアクション系に関してはこの箔付けが好きですよね。まあ、ただねアクション系に関しては SNS でもねお金を渡して動画とかを作ってもらったりとかねしてるのか、毎回ねアクション系の動画ばかり投稿してる人が SNS でねいます。まあ、この人はね SNS 運用サービスというアカウントでやっていてね、まあ、相互フォローとかでやってますけども、基本的にメルマガとかで動画作成サービスとかで、まあ、生計立ててるような感じの人ですね。メルマガがね1万人ぐらい登録者がいるようなんで、お金くれたらそこであなたのサービスを、まあ、紹介しますよって感じのサービスですね。まあ、このね1万人っていうのも昔は YouTube とかがなくてメールアドレスでね登録するだけなんで、メルマガに登録してくれる人に関しては結構いたわけですね。もうこの手法に関してはね今は古くて、まあ、基本的にそれがね YouTube とかのメンバーシップとかねオンラインサロンとかね、まあ、そういった感じに変わってきたわけですね。まあ、メルマガ自体がね結構まあ古いわけですけども、この1万人に関しても多いんでしょうけども、まあ、そのねメルマガに登録した人に関してもそのメールをね今でも使ってるのかっていうことで、メルマガ用に使ってるようなアドレスとかでそういう人もね結構いるだろうから、まあ、効果があるのかどうかが分かんないわけですね。
YouTube とかに関してもね、 YouTube の動画を見てもらう方法っていう紹介とかの動画が100再生程度でね、まあ、この人のねメルマガにお金を払って掲載してもらってね、まあ、効果があるのかって感じがしました。まあ、ちなみにね SNS に関してはこの人ですね、まあ、こういう感じの人で一応フォロワーがね7万人いますけども、なんか総合フォローって感じでね、まあ、この人も3万人ぐらいねフォローしてるわけですね。で YouTube に関してはこの人もねやってて、まあ、こんな感じでねやってて、で動画に関してもね、まあ、最近は動画投稿しませんけども、まあ、こういう形でねやってて、まあ、いろいろあってなんかウェブ制作マーケティングって感じでねやっててね、定量金で3万5千からみたいな感じでやってますね。でこういう形でねフォロワー増やし方とかね YouTube で解説したりとか YouTube 動画を見てもらう方法ということでね、 YouTube 動画をね見てもらう方法なんだけども、まあ、4年前でね101再生ということで、あんまりねこの信用ができませんよね。YouTube 動画をね見てもらう方法とかを解説をねしてる人に関しては再生回数が多くあってほしいですよね。でもこの人のね X には結構まあ過去様の動画とかもたくさんあってね、たまにこのアクション5歳とかね被災様の動画とかもありますね。でもまあ天皇家の動画に関してはなくてね、まあ、このアクション家限定のファンなのかお金もらってね動画作成してるのかちょっと怪しい感じがしました。まあ、こんな感じの人ですね。まあ、こういう形でね過去様とかねアップしてますね。まあ、動画とかもねアップしてますね。まあ、しかもねこの佳子様が行く予定だった TSMC の記事とかも紹介してますね。まあ、なんかね怪しい感じの人ですね。まあ、ちなみにね、まあ、3分ぐらいの動画に字幕とか音楽とかをつけてプロ仕上げで3万5000円と紹介していて、海外のね展示会とか日本一の英語動画に関しては8万5000円からって感じで紹介してますね。まあ、こういう形でね紹介してますね。映像自主的に関しては3000本ということでありますけども、まあ、これはね YouTube に3000本ぐらいね動画アップされてたんで、まあ、このことでしょうね。100再生未満の動画が3000本ほどねアップされてたんで、多分それをね実績にしたんでしょうね。 X に関しては総合フォローなんでフォローがね7万人いて、ここならではねそのアカウントで19文字つぶやいて10回ツイートねさせてもらって、まあ、それでね1500円ということで募集してました。まあ、こういう形でね、まあ、このココナラのサイトとかでね、まあ、こういう形で、まあ、紹介って感じで、まあ、ここ見たらね、まあ、こういう形で、まあ、1500円で10日間毎日ねツイートしますよってことで募集したりとかね、まあ、そんな感じのサービスをしてる人ですね。まあ、10日間毎日ツイートして1500円なんで、まあ、結構まあそんなに儲かってる感じの人じゃなさそうですけどね。結構まあ儲かってる人だったらね、まあ、そんな感じの商売とかしないでしょうからね。まあ、ちなみにね、この人がこの佳子様からお金をね、もらっている確定的な証拠とかも見つけましたけども、まあ、それがね、昨年この11月1日から10日まで、まあ、この人もね、ペルーじゃないですけども、一緒にね、ヒューストンまで行ってたようですね。まあ、ちなみにこれですね。まあ、これがね、まあ、11月のまあ10日ら辺なんですけども、こういう形でね、まあ、この空港とかから、全日空でね、お見送りということで書いてて、で、まあ、この佳子様がヒューストンから日本にね、出発ということで、まあ、ヒューストンでの現地の写真をアップしてるわけですね。まあ、ヒューストンにいないと写真撮れませんよね。ペルーのこともね、いろいろとまあつぶやいてますね。まあ、ペルーにはね、行ってない感じですけども。ただまあペルーにね、行ってないんだけども、その間にアメリカに行って、ニューヨークとかにも行ってるようですね。まあ、この11月7日にね、まあ、このスタテン島フェリーは無料で運行ということで書いてあるので、まあ、これがまあ7日にニューヨークのね、フェリー乗ったのか、まあ、わかんないですけども、まあ、この時期にね、おそらくまあニューヨークにいたんかもしれませんね。なんかいろいろとね、怪しいですよね。おそらくまあ佳子様がね、ペルーに行ってる間にニューヨークに行ったんかもしれませんね。とてもペルーに関してはね、同行とか無理でしょうからね。これがまあ私的な移動とも思えないし、アクション家からね、お金もらっている可能性も高そうですよね。まあ、おそらくね、一緒の飛行機じゃなかったみたいですけども、まあ、このヒューストンの空港ではね、佳子様の写真もアップしてますよね。ただまあ佳子様がヒューストンで飛行機が飛ばなかったことが影響したのか、この人もね、大幅にこの日程が変更したようですね。まあ、こういう形でね、なんかその11月10日にアップしてますけども、今回なんかいろいろとまあ予定が吹っ飛んだって感じで書いてますね。ボストンからサンフランシスコで、ホノルルから東京の予定が吹っ飛んだってことだったんで、まあ、ヒューストンからボストンに行ってね、まあ、そういう形の道で予定してたのか、なかなかね、まあ、このヒューストンからの帰りの姿を撮影してるんで、アクション家からね、お金もらってなければなかなか異常なまでのファンなのか、お金もらってるか、どっちかですね。まあ、ただね、お金払って動画とかを撮影してもらうのであれば、まあ、相互フォローでフォロワー増やしてるような人にね、任せるのもどうかと思いますけどね。もっとね、情報発信力のある人にお願いした方が効果があると思いますけどね。もしかしたらね、動画作って7万人のフォロワーで発信してあげますよってことで言われて、アクション様がね、まんまと騙されたんかもしれませんね。まあ、単なるね、天皇家には興味がない、アクション家限定のファンである可能性もゼロじゃないですけども、限りなくね、アクション家からお金もらっている可能性が高い感じがしました。まあ、ちなみにね、眞子さんがニューヨークに飛び立った日に関しても、一緒にはね、行ったかどうかわかんないけども、ニューヨークの動画とかもアップしてました。まあ、これですね。まあ、これがね、まあ、この2021年11月14日で、眞子さんがね、ニューヨークに行った日ですね。まあ、その日にこのニューヨークでの動画とかをね、アップしてて、まあ、宣伝してるので、まあ、ちょっとね、まあ、これがどういうことなのかよくわからないですけども、まあ、ニューヨークでの動画をアップしてますね。まあ、ただね、眞子さんの写真はなかったんで、昔撮った動画なんかわからないですけどね。
まあ、ただね、佳子さまの限定のファンだったらまだわかるけども、アクション系のことばかりね、つぶやいてるんで、明らかに皇室のことを敬愛してるわけじゃないし、何かまあ怪しい感じの人ですね。皇室のことを敬愛してたら、天皇陛下とかね、愛子さまとか撮影しますよね。まあ、ちなみにね、中央日報で佳子さまの台湾 TSMC 竣工式出席の続報が出てないか調べてみると、過去記事でね、結構まあ興味深いことも報じられてました。昨年10月19日の記事ですね。まあ、この記事ですね。まあ、この時はね、まあ、10月19日ということで、佳子さまが鹿児島の国体ですね。まあ、この閉会式に出席して、その時のニュースですね。まあ、皇室の頼りに佳子さまが登場する頻度が増えているということで、姉が不在中で佳子さまの存在感が高まっているというニュースですね。まあ、この11月がペルーだったんで、そのこともね、触れてましたね。眞子さんの方が公務では報じられてましたけども、眞子さんが渡米してから佳子さまに注目度ですね。でも佳子さまに関しては国体の時にね、帽子に手袋まで揃えた完璧なスーツ姿で、眞子さんに比べてね、ダンス好きであったりとか自由奔放という感じで見られていて、姉妹の立場がね、逆転したようだったんですね。まあ、さらにね、佳子さまに対してはダンスの写真が流通したりとか、斜めに見る視線とかも存在するということで、アクション家の家族に関してはね、タブロード紙の常連で、アクション様とね、天皇陛下の中に関しては微妙で、アクション様はね、天皇定年制を主張していて、天皇陛下を牽制しているということですね。それでね、自分だけじゃなくて息子である悠仁様の即位に対する野望を隠してないと報じてるわけですね。まあ、アクション様に関してはね、即位供してますけども、アクション様がね、悠仁様を即位させようという野望を隠してないっていうのが、なんかこの初耳な感じもしますけどね。でもこの海外ではこういった感じで報じられてるわけですね。まあ、この紀子様に関してはね、悠仁様を即位させようって感じの野望が感じられますけども、まあ、どこかがね、アクション様もね、悠仁様を天皇って感じで報じてたんですかね。いろいろこの昔の記事とかも深掘りしてチェックをしなければいけないですね。ただ、まあ、眞子さんのね、結婚関連論争とかで世論の流れが天皇家に傾いているとかですね。まあ、これに関してはね、当たってますよね。この頃にこの岸田首相がね、国会とかで皇位継承について話をすべきということでなりましたからね。まあ、そうでね、世論に関しては愛子天皇待望論が日に日にね、大きくなってますよね。今関心がない人もね、多いと思いますけども、国会とかで扱ってそれをね、テレビで扱えば関心が出てくる人が増えるでしょうね。そうなったらね、やはり悠仁様よりも直系の愛子様と答える人が増えるんちゃいますかね。男系男子はね、明治から始まった中国の影響を受けた考え方だしね、保守の国民だったら総系という考え方になるでしょうからね。まあ、そしてね、悠仁様が論文不正で追及されることも隠しきれないでしょうからね。まあ、ここでもね、愛子様が伝統を破ってティアラを制作しないなどね、接着されていることについても触れてました。過去の女性皇族のティアラも余ってますからね。いろいろとまあ考えられての決断でしょうね。その真逆で佳子様に関しては10億円の豪邸で一人暮らしをしてるわけですね。まあ、この辺でね、天皇家とかを支持する人が増えてきそうですね。ただまあ佳子さまに関しては、ジェンダー平等の考え方に関しては支持されているので、まあ、その辺でね、今後そういった発言とかが発展して、直系調子とかそういった言葉が出てきたら、一気にね、支持とかも回復するかもわからないですね。まあ、ただね、なかなかこのアクション件に関しては、もういろいろとまあ問題だらけというかね、いろんな疑惑が出てますよね。アクションさまに関してもね、まあ、この献上とかの詐欺の話題とかね、まあ、絡んでるんちゃうかとか、嵐山通船の裁判のね、話題とか、悠仁様に関しても論文不正とかのね、話題とかもあるし、聴覚障害とかいろいろとね、まあ、疑惑もあるし、佳子さまに関しても10億円の豪邸で人暮らしとかね、今回の SNS の担当とかね、いろんな疑惑が浮上してきますよね。まあ、昨日のね、献上詐欺の話題に関しても TBS が意図的にね、庭園課長の話題を隠してきましたよね。まあ、こういう形でね、X でも発信してますけども、意図的にね、まあ、この記事とかで、最初の記事ではね、まあ、この庭園課長とかがありましたけども、まあ、その記事がね、まあ、この TBS の独自の記事の方ではね、まあ、消されているというか、本当はこの下に庭園課長とか出てきますけども、まあ、その記事が意図的にね、消されているわけですね。まあ、いろいろとね、まあ、このメディアに関しても、いつまで報道統制するつもりでしょうね。まあ、問題がね、まあ、多すぎますね。まあ、それにしてもね、やはりまあ、悪いことをした人たちは、みんな裁かれてほしいですね。まあ、あとは誰が最初に逮捕されると思いますか。動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり、情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。